お集まりの皆さん、読売巨人軍監督の阿部慎之助です、今年は、新風をスローガンに新風を巻き起こしますので、ぜひ皆さん、楽しんで、行ってください。それではジャイアンツスクエアスタートです。ありがとうございました。阿部新監督に大きな拍手。まずは1年目大倉かり、黒沢ルービー、佐野鈴音、前春菜、ラネヤしおり、萩原ほのか、茂木みなみ、森山若菜、山口亜美、山田加納、山本真奈美、吉澤ほのか、吉村奈々、さあ続いて2年目新井美幸、上野佳奈、高橋光、土原一華、村上夢、そして3年目高坂恵麻、続いて4年目副キャプテン矢作明子、横山美優、そして5年目キャプテン伊藤龍馬。さあ、皆さんに対しては大きな拍手。それではビーネスのダンスパフォーマンスいきたいと思います。ミュージックスタート。
ていくのは私たちヴィーナスだけではありません。ジャビットファミリーのみんな、さあここからはジャビットファミリーによるダンスメドレーです。皆さん最後の最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。それではミュージックスタート。ありがとうございました。今以上ジャビット君に大きな拍手を、ね、本当華やかにスタートしました2024のシーズンになりますので、これだけヴィーナスのみんなも22名がこのステージに来るというのもないと思いますので、せっかくなのでちょっと並んでいただいて、ね、ちょっとここからフォトセッションを移っていきたいというふうに思うんですけれども、さあいいですね、はい、今度はジャビット君が前という形で、ありがとうございます。それではこちらの方で終了していきたいと思います。ジャビットファミリーたちとみんなで一緒に踊ってるんですね、はい、今までは一緒に練習をしたりとかすることもなく、ぶっつけでジャビット君たちが一緒に盛り上げてくれたんですけども、はい、今シーズンはこれから開幕でも披露するダンスもジャビット君たちとみんなで一緒にたくさん練習して、いややらないって言ってますよ。ジャビット君、僕はやらないよって言ってますから。やったじゃんさっき一緒に練習してるの。でもしてないの。してましたね、わかりました。いましたけどぜひそちら試合前という部分のダンスというのも楽しみました、はい、ジャビットファミリーともうマスコット全員で気持ちを一つにパフォーマンスさせていただくので、会場にいる皆さんも心を一つに盛り上げていってほしいなと思っております。盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。闘魂コメセジャイアンツスクエア終了となります。皆さんの力で優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。それではジャイアンツスクエアスタート。交換込めて決めていきたいと思います。それではアンディングスタート。皆さんこんにちは。
フォーマンスタイム、皆さん見るぜひ一度大きな拍手。新生のねビギナスが22名いますので、ね、この東京ドームの中での活動どういったことがあるのかもぜひ楽しんでいただきたいと思いますし、皆さんと共に、ね、熱く盛り上げてくれますし、昨日もねその勝利があって、その勝利の時にもビギナスいたわけじゃないですか。シスターもいたでしょ。どうですか、みんなのファンの皆さんの盛り上がりは。